江南町になってしばらくしてこの校舎が建てられました。約60年経って老朽化したので移転することになりました。当時の6年生がいろいろと企画をして全校生で思い出が作れるようなこのプロジェクトを見つけて、参加したいということで、これもイベントの一つに加わりました。校舎の思い出プロジェクトは、建て替えや統廃合などで取り壊される小学校を対象に最後の思い出作りをサポートするというプロジェクトになっております。2014年からペンテル株式会社と一緒に取り組んでおりまして、対象の小学校では校舎をキャンバスに見立てて絵を描き、その様子をデジタルカメラで写真に撮り、最後は大判ポスターにしてプレゼントをするというのが一連の流れになっております。壁画制作に必要な画材はペンテル株式会社が、デジタルカメラのお貸し出しと大判ポスターの制作はキャノンマーケティングジャパンが担当しております。このように両者の強みを生かした形で子どもたちの思い出作りをサポートしております。このペイントのプロジェクトは日頃絶対できない、本当にその貴重な体験ができるっていうのが他のイベントと違う良さだと思いました。どの子も本当に目を輝かして自分の描きたいものをしっかり描き込んでいたなと思います。ナイスな写真が選ばれていていいなと思いました。それらが寄せ集まったポスターをまた新校舎の方に貼り出せば、この校舎のことを見るたびに思い出せるのでとてもいいなと思いました。江南町の課題は人口が少しずつ減っているところです。江南町全体の子どもたちに対しては、江南町で育って江南町で学んでよかったなと思ってくれたら本当に一番いいです。将来町外を出たり県外を出たりしても、いつかは江南町に帰っていきたい、そんな気持ちを持っている子どもが育ってくれたらと思います。また江南町に帰ってくることができなくても、何か苦しい時とかそういう時に江南町を思い出して頑張ってくれる、そんな子どもが育ってくれたらなと思います。このプロジェクトを体験した子どもたちが大人になった時にも、小学校時代の大事な思い出の一つとして記憶に残り続けるイベントであるということ、そして地域の方たちの絆を強めるという意味でも地域に根ざした活動であり続けること、この2つを未来につなげていけたらなというふうに考えております。